I wanted to do this. Newton's cradle made in a cross. Do you really play well? How about two? A little broken. I'm enjoying it. ちょっと頑張ってね。これ前回のね、ニュートンのゆりかごですけどね、今日はね、ちょっと違うやつをね、これはね、こう一列だけでしたけども、今日はね、こうとこうで、十字のゆりかごを作ろうと思います。だから真ん中はね、2本釣りじゃなくて1本釣りでね、真ん中だけが1本釣りでなると思うので、ちょっと工夫して。で、こうとこうですからね、例えばこれとこれとポンとやったら、どういう動きになるのかっていうのはね、ちょっとなんか私も興味があるんでね、ちょっと実際にこう作ってね、検証してみたいと思います。
はい、ニュートンのゆりかごね、十字ができましたけどね、なかなかね難しいね。というのはね、この真ん中もね3つだけがどうしてもね1本ずりになるんでね、そのところがね全部2本ずりでいけるんですけどね、ちょっと2つ弾いてみますよ。なかなかねうまくできますよ。じゃあ次1つね、こちらも行きますよ。うん、やっぱりね真ん中の3本はね1本ずりなんで、どうしてもね軸がずれますね、壊れちゃいますね。でもまあなかなかね面白いですね。こういうのもね、こう針金をねキュッとまっすぐしてねじることによってね、こういう針金にすればいろんな工作がねできるようになりますね。皆さんもぜひ挑戦してみてくださいね。ちょっと下感出ますね。こうしてね、すると本当にね楽しいのができますので、皆さんもぜひ挑戦してみてください。ちゃんと揃えますね。Too unreasonable. I got involved.音がいいね。Thank you for watching until the end. How was this video? Please subscribe to the channel as well. See you in the next video.